スユニバースのセミファイナリストの方々と山野美容専門学校のコラボでのショーのヘアメイクを担当させていただきました。西村光堂さんのメイク講座では世界で共通するようなメイク技術を学ぶことができました。最初の西村光堂先生のメイクを学ばせていただいた際は、あ、そうすればよかったんだっていう、自分がヘアメイクでいつもつまずいているようなところを教えていただいたり聞かせていただけて、本当に発見っていうのがあったのと、あとは私も同じこと考えてたみたいなところもあって、あ、私がこういろいろメイク学校で学ばせてもらったり経験させてもらってる中で、あ、こうした方がいいんだなって思ってやってきたことは間違ってないんだなっていうのを確認できてすごく嬉しかったです。今回の企画で私が学んだことは、時間がない中一人一人のモデルさんに合ったヘアメイクを施すことです。今回こう衣装を知らないまま当日を迎えて、その実際見てヘアメイクをこう考えたので、そこのヘアメイクを考える時間と実際にこう時間がない中ヘアメイクを施すこと大変だったんですけど、後輩やその同級生と協力することを学んだと思います。一番は髪質と骨格に合わせたメイク、ヘアアレンジっていうのを学べたと思っています。ミスユニバースの人ほどこんないろんな肌質、髪質の人に会う機会ってあんまりなくて、その中でこう実際にやらせてもらえたり、こう一緒にやりながら学べたので、それはまた聞くのとは違って経験になったなと思います。実際のモデルさんでヘアメイクすることで、その緊張感がありながらヘアメイクを担当できたので、その自分の成長につながって参加してよかったと思います。